はいどうも、ひろみでございます。今回ですね、私の可愛いこのボート君でですね、なんと今朝なんですよ。朝6時ぐらいなんですけど、天気がいまいちなんですが、久々にですねこの船をほぼほぼ初というね、この船でですねちょっと朝ごはんを食べに行こうと。もう本当になんか意味あるんですかっていうのあるんですけども、とりあえずですねこの船で行けるところでですねちょっと朝ごはんを食べに行ってみたいと思いますんで、一つ皆さんよろしくお願いいたします。他の船と見比べてください。すごいちっちゃいでしょね、すごいちっちゃいんだけど可愛い。これでね、目標としてはですね、ちょっと木更津の方とかね、ちょっと館山の方ぐらいまで行くのかな、なんかその辺まで行ってですね朝ごはんを食べる。よろしくお願いいたします。じゃあ行くか、はい、出港だな。さあ風の具合をちょっとね、わしゃわしゃしながら行くのか諦めるのか。トシね、いつものね、こっからだな。やっぱこの船ちょっと冬場は寒いな、これ絶対にちょっと寒すぎる。この船で冬はダメな船なんだな。ちょっとこれ冬は絶対無理だな。ここにやっぱマークつけない限り無理だな。もう今からやっても冬に間に合わない。本当はな、朝焼けとか朝日を 見させてあげたかったんだけどな、全くそれも叶わず、寒い、風強い、波が高い、最悪の日。ディズニーランドの横ね、今こっち側に示してあげよう。ディズニーランドがあるから、あれね、ディズニーランドね、ディズニーランド、ちょっとね浦安でちょっと釣りするっていうね、朝一。もうあまりにも寒いからもうちょっと積んであったカッパを着てみた。もうね、会場はとにかく寒いな。もうめっちゃ寒いな。まあこの辺でね、ちょっと浦安沖でちょっと釣りして、この辺かな。いやなかなかだな。とにかく寒いのと釣れないのと、ダブルパンチで今やられております。荒波の中ご飯を食べに行くっていうね、行けんのかって話ですよ。いやちょっと寒すぎるので、こっからちょっと朝ごはんを食べに行ってみっか。ちょっと行けんのか。何分ぐらいかかるんだろうな。行ってみよう。まあ浦安沖からそうね、小1時間2時間行けるのかな。頑張って行ってみよう。荒れてますよ、これ。まあね、でもね、いやなかなかの状況でですね、やります。こっから、うわー、すごいね。正面のあのヨットみたいなやつはアクアラインの、あの
今頑張って都市が戦っております。世の中うわこんな状況でございます。さあこの荒れてる海の中、私たちは朝ごはんを食べに行けるんでしょうか。まあまあの荒れ方です。木造船が耐えられるんでしょうか。まあ、ちょっと風が強い中ね、ここほらアクアラインの煙突みたいなところね、ここまで来たんですけど、まあ、この先もまあちょっとね今日風が10メーター近く吹いてるので、まあ朝ごはんを食べに行くのに、無理してもしょうがないってことで断念。今日は戻ろう。もうこれしょうがない。よし戻るぞ。これはもうダメだ。初出航にもかかわらずもうこの船もうそろそろ耐えられなくなりそうなぐらいなんとなく海荒れてるので戻ろう。これまあまあだな。これじゃあこっから諦めてまたね天気のいい日凪の日に行こう。無理してもしょうがない。この荒れてる中で木造船くんのなんとなくのね、これ FRP 船だと結構ねこんだけの波強いとバン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 こう音も結構するんだけど、やっぱ木造船くんしないな。まあそれが検証ができただけでもね、この荒れてる海の中出てきた甲斐があったということで。なかなか普通だったらここまで荒れてるともう船あれこれ船割れんじゃねえのってぐらいの音すんだよな FRP 船だけど、この木造船くんは意外と大丈夫だっていうね、なんかいい感じに。そこ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 っていうかだいぶ荒れてんなこれ。これねこれそうね、隣のあの船があれぐらいに揺れてますよっていうのを見せてあげよう。というわけでですね、レインボーブリッジまでやっと戻ってまいりました。今日はですね風が強くてですね海も大荒れということで、まあまあもともとねちょっと分かってたんですが、まあチャレンジしようということでですね、頑張ってみたんですが、やっぱりちょっとこの船ではですねなかなか難しいというね判断で、本当はですねホタの番屋っていうね朝ごはんが食べれるところがあったんで、そこに行って朝ごはんを食べようなんていうね、そういう動画を撮ろうと思ったんですが、寒い、風が吹く、魚は釣れない、そして海は大荒れということでですね、無事、ここお台場に帰ってまいりましたということでですね、今回は残念動画ということで、まあ風の強い日は、なかなか海には出ちゃダメですよっていうね
今朝8時半ぐらいでございますが、そういうわけでありがとうございましたという動画でございました。皆さんありがとうございました。